皆さんこんにちは。サッカーショップカモ目立ての野口です。本日はアディダスコパシリーズニューモデルコパピュアの試し履きイベントコパピュアマイスターサミットに参加しています。今回のイベントはコパピュアの良さを最大限に引き出せるようなトレーニングやチャレンジコンテンツをアディダスさんが用意してくれているということなので、すごくワクワクしています。それでは早速イベントに参加していきたいと思います。行ってきます。3つの価格帯のシューズをご準備させていただいております。ですので目を隠した状態でこの3つの価格帯のシューズを履いていただいて、実際にどれが良かったかというのを2人1組ペアで体験していただきたいと思います。じゃあつけます。よし、いきます。あ、もうですか。はい、右足からいきます。はい、ガシャッと。どっちやろう。はい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 、わかった。 OK です。次行きましょう。え、左脇大丈夫です。行きます、行きますこれで見捨てたら言っちゃダサいけど自信あります。よっ、大丈夫あー、はい、 OK です。ちょっと不安になってきたな。もう紐結ぶまでもないですね、これは。これはもう29。はいはい、 OK です。大丈夫、大丈夫です。ちょっと不安ですけど目隠し立っていただいて、はい。じゃあ1足目からお願いします。1足目が点3、はい、2足目が点2、はい、3足目が点1、はい、外れです。マジ？ちょっと1足目が点2、あ、そうか、3足目正解。結構わからんわ。この内側の感じで、あー残念こちらがコパピュアです。革新的なレザーテクノロジーを搭載したレザースパイクです。快適さをコンセプトに、前作よりもレザー範囲を広げることで柔らかさが格段にレベルアップしています。そして前作では部分的にあったパッドを前足部全体に広げることによって、ボールタッチだけではないプレーでの切り返し、そしてボールコントロール、さまざまなプレーにおいてこのパッドの効果を感じることができるようになっています。そしてもう一つ、コパといえばフュージョンスキンテクノロジーです。防水撥水のコーティングをするのではなく、革の特徴である柔らかさ、そして通気性を失わないように、水が染み込みにくいという繊細で高度なテクノロジーを搭載しています。本日あいにくの天気ですので、このフュージョンスキンテクノロジーを体感することができないです。もしですね、この中に雨や雪の中でコパピュアを履いたことあるよという人がいたら、少し体験談をお聞かせいただきたいなと思います。雨の状態でしょうか、雪の状態でしょうか。雪が積もった状態でプレーして1時間ぐらいプレーしまして、
でフュージョンスキンを体験したところ、まあ、中に染みるとかそういうこともなく快適にプレーできました。確か人工芝のグラウンドですか。そうです、人工芝で雪が止まった状態で超 FG の、ソールで履いたんですけど、まあ、グリップも滑ることなく、プレーすることができました。水が染み込んでる感覚というのは特にはなかった。そうですね、まあ、十何人ぐらいプレーしてたんですけど、まあ、皆さん、まあ、中に染みるっていうことはなかった。1時間から2時間中学生や高校生であれば2試合分の時間であれば、このフュージョンスキン加工、水が染み込みにくいというですね、具体的な感覚を得ることができます。このフュージョンスキン加工はプレーにおいてメリットを与える革新的な機能です。で、本日ですけれども、プレーの安定性やボールタッチの感覚とともに今体験談をお伝えいただきましたけれども、明日からの接客にこのフュージョンスキン加工、雨の日、雪の日が待ち遠しくなる、モチベーションが上がる機能になってますので、ぜひお客様へのご提案をお願いいたします。タッパーが足なじみがめっちゃいいですね。とりあえず柔らかいって感じです。第一印象、ボールタッチもう素足の感じですね。ボールタッチしやすいですね、今のところは。はい、長いボールも短いボールも結構思い通りに蹴れたんで、そこは良かったですし、まあボールトラップももう全然違和感なく、もう自分の足にビタッてはまってる感じがして、めっちゃやりやすいです。僕いつも 26.5 なんですけど、ちょっとやっぱり踏ん張った時とかに、革がだいぶ、革レザーなんですけど柔らかくて、6にちょっと変えると、まあ革も30分1時間ぐらい使ってると全然馴染んできて、結構ちょっとぴったりめが好きな人はちょっと最初買うときにきついけど、使ってから伸びるっていうのをだいぶ期待して買ってもいいかなとは思います。それぐらい革がめっちゃ柔らかくてフィットするような感触はありました。強いな。結構強いね。ウィーンって。なるほど。マウンドがやばい。2球目。はい。来た。ああ。よし。ナイス。ありがとうございます。すごい早い。よっしゃ。早い。ナイス。やったやったやった。よし、グーグーグー。ちょっと強いね。あの形。あ、待って。3回目にして最適解が今。はい。はい。ナイス、ナイス。はい。早めに見せてくれば。というわけで、本日はアディダスのコパシリーズのニューモデル、コパピュアをご紹介させていただきました。個人的に一番コパピュアがいいなと思ったのは、こちらのアッパーの部分で、ボールタッチ、コントロールの際に、ほぼ素足の感覚なんですけど、こちらのクッションも効いてるということで、まあ、こう柔らかい木のクッションが効いてるっていうようなボールタッチの感覚でした。で、まあ、ここの中足周り、ところも、内側にはクッションが入ってたので、まあ、インサイドパス、インサイドトラップっていうのはやりやすさをすごく感じることができました。今回主に使用させてもらったのはこちらの HGAG ソールなんですけど、
ども、本日、グランド、こちら人工芝なんですけども、長めの人工芝でも全然滑ることなく快適にフリッパー機でプレーすることができました。またこちらのコパアイコンに関しましては、長年人気のあるコパムンディアルをベースに作られていて、ソールはコパピュアと同じ HGAG になりますので、近年の辻人工芝のグラウンドでも使用することができます。そしてよりコパムンディアルよりも足入れがしやすく、クッションが多い仕様になってますので、足入れした時の感覚がより包み込まれるようなフィット感になってます。でこちらのコパグローロは、こちらの終端のところが、ゴムになってまして、プレデターシリーズとかでも人気なこの終端をゴムで固定させるというのが、できるシューズになってます。こちらのシューズは同じカウレザーではあるんですけど、ちょっと厚みがありまして、ただこれもだいたい、そうです、30分1時間ぐらい履くともうすぐ足に馴染んできて、新品の時の硬さっていうのはもうすぐ使っていけばなくなったので、こちらもおすすめのシューズとなってます。今回ご紹介したモデルですが、全国のサッカーショップカモの店舗またはオンラインストアにて好評発売中です。ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、次回の動画をお楽しみに。さようなら。今回使用しましたこのアイマスクですが、3月1日から店頭にてコパピュアを試着していただいた方にプレゼントさせていただきます。ぜひ店頭にお越しいただき、このアイマスクを使って 100% 足に集中した状態でコパピュアを体感してみてください。